Y さんのこの質問の中にも、迷惑をかけているのは分かっているけれども、なかなか、自分を変えることができなくてというような言葉がありましたけれども、素直な心というものを一つですね、持っていただくのも、大事かなというふうに思います。こちらの心の指針ですね、自己信頼の中にも、24ページのところですね、経済的苦境の打破というですね、心の指針があるんですけども、まあ、その中で一番最後のところ、1行なんですけども、考え方を整理しなさいという言葉がございました。ぜひですね、こういった状況ではございますけれども、一度自分のお仕事の仕方とかですね、考え方というのを一度整理されて、素直にですね、より良くしていくためにはどうしたらいいのかというところで、この素直さというところも少しご参考にしていただければなというふうに思いました。はい、そうですね。多分 Y さんは本当にこう今もうもがいてもがいてもがいて、でもどうなっちゃったんだろうこの人生っていう感じだと思うんですよね。で、まあ、私から最後にお伝えさせていただきたいのは、でも実は、まあ、Y さんも苦しんでますけど、まあ、Y さんと同じような苦しみを本当にたくさんの人たちが世界中で感じている中で、やっぱりそういった状況がなぜ起こるのか、逆に今なぜこの番組に投稿してくださったのかといえば、やっぱり心がやっぱりこの今知事に乱れている状況、苦しいと思っている状況、そういった心というものを改めて見つめていただく、そういったものがあるということを知っていただくきっかけになるんじゃないかなっていうふうに、この一番最初にこれいただいた時に感じさせていただいたんですよ。でぜひこちら自己信頼をご購入いただきましたら、最後に一つだけどうしても私が Y さんに伝えたいのが、最後の心の安らぎという詩編がございまして、冒頭はですね、眠れない夜はつらい、夜明けまでの時間は長いと、で、そういったところからですね、みんな幸せになりたいのになぜこんなに心は苦しいんだろう、未来への不安から何故まんじりともできないのか、されど歳月は過ぎていく、時間は流れ去って二度と元には戻らない、あなたの悩みも川に浮かぶ歌方のごとく、やがて流れ流れて忘れ去られる、永遠の時の大河の中で心の安らぎを得ようというような言葉がございます。航空の科学の今ここは岡山支部でさせていただいておりますけれども、全国400以上ある支部、または庄舎というところには礼拝室、礼拝室がございます。本当にこう精妙な空間の中でご自身のこういろんなこう思いを断ち切って、その精妙な空間の中でこうもう一度心を見つめたりとか、ゆっくりした時間を過ごすことができる、そういった施設がございますので、ぜひですね、この書籍お手に取っていただきましたら、国府の科学の方にですね、来ていただきたいなというふうに思います。必ずですね、今 Y さんが抱えているその苦しみ、緊張している、こわばっている心をこう解きほぐしてくださる、そういった神様、仏様、あとは天使と言われる存在の方々が、もちろん Y さんの周りにも今いますけども、ここの国府の科学の施設にもっとこうたくさんの天使がいてですね、救うのをお手伝いしてくださる方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひ来ていただきたいですし、あとは支部長さんとかですね、そこでもう長年国の科学の教えを学んでいる方々に相談していただきましたら、今回30分ぐらいの短い時間しかないので、なかなか詳しいところまでは踏み込むことはできなかったんですけども、支部に来ていただければ本当のこう苦しみをですね、吐露していただいて、そこに寄り添ってくださる方たくさんいますので、ぜひ足を運んでいただければいいなというふうに思います。きっとそれが今回 Y さんがこの番組に投稿してくださったある意味のこう縁なのかなというふうにも思いますので、ぜひお勧めいたします。ということで、Y さんおよびに Y さんと同じようにお悩みを抱えていらっしゃる皆様、いかがでしたでしょうか。少しはなんかこう役に立ったなというふうに思ってくださいましたら、チャンネル登録もしくはグッドボタンの方を押していただければというふうに思います。これからも国府の科学出版の本からですね、多くの方々の悩み解決をしていきたいというふうに思いますので、悩みをちょっと相談したいという方は概要欄の投稿フォームの方からお送りいただければというふうに思います。それではまた次回、 See you next time. Bye bye.